こんにちは。12月13日週刊仮想通貨ニュースです。はい、こちらビットコインドルの4時間足です。前回設備11月22日はですね、こちらですね、しばらく落ちてから持ち合いからのちょっと下に下げてくるというような時でした。そしてそこからですね、15,487 まで下げた後はまあぬるぬると上に行って、現在17,202ドルになっているという状態ですね。はい、まあ、前回言ってたのはですね、基本的には下向きの圧力かかってるだろうと。で、一段下で持ち合うか、まあこのまま持ち合うかって言ってたんですけども、うん、まあまあ同じような感じになってるかなと。まあ切り上げてはいってますけどね、はい、まだまだレンジを超えてないというところで、まあ一応的中かなっていうふうに思います。的中時、いやすいません、今回のはちょっと外れてた、ごめんね。でね、FOMC が14日にあります、うん、で、CPI とかもまああるんですけども、今週はそこまでね BTC も動きにくい状態なんじゃないかなと思いますね。株とかあとドルとかが動かないからね。はい、うん、で引き続きですね、 FTX 事件の後がありますんで、仮想通貨暗号資産業界を取り巻く厳しい状況から言うとですね、価格としては持ちこたえている方だと思います、うん、ここから価格はどうなるのかちょっと分かりにくい。FTX 事件の展開とかも含めて今回はお伝えさせていただきたいと思います。もういろんな悪いことというか黒幕も分かってきて分かってきてということで ねその辺をちょっと解説してもらいたいと思います、うん、ではその本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください、はい、今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、うん、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。そうなんですよ。そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、丸い言論統制ができてしまいました。そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしています、はい、実は YouTube では内容がヤバすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すで、はい、に新作動画が50本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます、うん、こちらはメルマガでのみドア見る方法をお知らせしています。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方ぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。お願いします。もちろん一切費用はかかりません、完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数おかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、今回ちょっと先にチャートの方からいきたいと思うんですけれども、うん、今現在ですね、こういうふうに6月にですね大暴落の後ずっと持ち合って、もう一段下に来た今11月12月という感じですよね。でここから上に抜けていけるんか、つまりここも大底なのかっていうことの判断になってくると思うんですけれども、うん、まあ仮想通貨取り巻く環境、そしてインフレなどですね、このアメリカとか世界経済取り巻く環境を見ている限りですね、はい、やっぱり仮想通貨に入ってくる人たちが減っている、うん、取引量とか減っているっていうのがありますので、なかなか上向いていけるっていうのはですね、まあ本当の意味でのね、このテクニカル的にパーンって上がったりするのはあると思うんですけれども、本当の意味で、まあ、資産としてですね形成されていく、価値が形成されていくっていうのはまだまだ先になるのかなというふうに僕は考えております。でですね、まあ、これも CPI とか FOMC の結果次第にはなるんですけれども、どうか分かんないです、はい、ドル円とかがね動き出したらやっぱり逆相関になっていることが多いので、でどういうふうにね、こういうドル円はこういうふうにエリオット波動で 1,2,3,4,5 と過去の推進波ありますよ、で5波継続か ABC に入ったか修正波に入ったかという形で、僕は ABC に入ったのかもしれないというふうに思ってますんで、そしたら上に行きますよねということで、 BTCUSD に関しては下、上からの圧力がかかって下に行きやすい環境にはなるんではないかと考えております。でですね、実はビットコインは僕は売り検討する価格帯に入ってきたなと思ってまして、売りを、うん、はい、売りを検討する価格帯、まあここからまだね下げていくよっていう風な方に僕は考えてますね、シナリオ立ててますんで、うんうん、で今あのロング側では、短期で言うとロング側ではあまりシナリオ立てれてないです。でここをですね、水平ライン 17,000 の上来てますんで、ここら辺でですねもう一回下に行くんじゃないかというふうに考えてますね。今のところ BTCUSD はですね4時間足レベルで言うと
このように雲に沿ってですね、一目均衡表の雲に沿ってですね、こう弾かれて、ここを薄いところを抜けてですね、上持ちこたえて、でずっと12月の初めから雲の上を推移してきたというような経緯がありますので、ここら辺は意識されていると思いますが、スポンと抜けるようなことがあったらですね、またガタガタガタと下に行くんではないかなというふうに考えてますね。でですね、17,000円、じゃあ今ショートに入っていいのかというようなところになってるんですけれども、やっぱりですね、前回のこの持ち合いの安値ですね、安値付近18,000円超えたところあたりまで引き付けれて、で、ちゃんと戻りを確認してですね、ショート入っていくのがいいのではないかなというふうに思ってますね、やるならね、うん、で今ですね、FTX 事件の影響っていうのはどういうふうになっているのかということをささっとお話しさせていただきますね、はい、で、例えばですね、そもそも FTX 事件とは何でしょう。 FTX 事件とはですね、 FTX という世界最大級の仮想通貨取引所があったんですけれども、うん、そこがですね、持っている資産が、まあ、ほとんどその現金とかじゃなくてですね、うん、FTT っていう自分とこが発行してる仮想通貨やったわけですよね、はい、だから全然価値としてないもんやんっていうことをバイナンスの CEO に指摘されて、その発覚したんですけれども、うん、中身ないやんっていうことから、で今回も言いますけれども、このものすごい民主党に政治献金してて、ウクライナとこう密接に絡みついてたっていうことも分かってまして、うん、まあもっと言うとね、僕たちが、まあ、一般投資家が集めてお金を勝手に使ってたと、うん、勝手に使ってる、それを民主党とかウクライナに送ってたという、送ってる、まあとんでもない話、ね、とんでもないですよ、うん、集めたお金を、まあ、寄付で寄付しますって言って、うん、ウクライナに寄付しますからって集めたお金と、こうじゃあウクライナに送りましたよって言ってるお金と、ウクライナが FTX から受け取ったっていうお金がですね、全然追ってないんですよね、はい、まあ、消えてるんですよ、うん、っていうところで、ほんで自分でセルフハッキングしたっていうことももう分かってます、ね、自分でハッキングしておいて、ハッキングされたからなくなったとか言ってるんですよ、うん、めちゃめちゃな、まあ、犯罪行為が行われてたということですね。しかも仮想通貨市場最大のこの被害額になってるということです、はい、今までは500億円とかねぐらいのコインチェックとか、うん、それで大騒ぎしてたわけなんですけれども、今回1兆円から7兆円というふうに言われてまして、はい、ものすごい仮想通貨の世界がぶっ飛ぶぐらいですね、うん、大きな事件になってしまったということですね。でこの破綻の影響なんですけれども、まずですね、この首謀者というか、うん、元 CEO の SBF さん、うん、サム・バンクフィードさんですね、はい、は12月11日に一応逮捕されました、バンハマでね、うん、今までね、なんかこのプライベートジェットの動きとか、うん、その SBF さんの動きがですね、追跡されてて結構面白かったですよ。そんなあるんですね。うん、まあ、僕もナナフーさんの動きチェックして、なんでやめろよ気持ち悪いよただただ気持ち悪いよ。で、まあ、アルゼンチンに逃亡したとかね、アルゼンチン、バハマにあの FTX 本社あるので、はい、そこにおったって言われてたんですけども、アルゼンチンに逃亡したっていう風な噂も流れまして、うんうんうん、もう仮想通貨界隈の人はですね、アルゼンチンみたいな、結構みんななんやかんやアルゼンチン、アルゼンチンはね、結構ね、あの陰謀論業界ではゾワッとするんですよあーって繋がってたんかってね、へうん、まあ言うたらあのヒトラーさんとかね、ヒトラーさんとかがアルゼンチン、ね、ナチスの関係なんですよ、アルゼンチンって都市伝説ね、都市伝説ですよ、もちろんね、もちろんヒトラーは亡くなったとされてますけどね、うん、結構大体アルゼンチンってね、暗殺されて亡くなったっていう人がね、うん、アルゼンチンにいる、アルゼンチンにいる、まあ、まあ、都市伝説ですけど、ね、結構いるんですよね、あ、いや、あの言ってるという噂ですよね、うん、でですね、まあ、逮捕されたというふうな話になってるんですけれども、他の企業がどういうふうになってるかというのをちょっとお話ししますね、うん、まずはですね、機関投資家からの流入、ヘッジファンドとかから流れてくるお金が減るんじゃないかということを前回もお話ししたんですけれども、やっぱりそういうふうになってるみたいですね。例えばですね、カナダ最大の年金基金 CPP インベストメントっていうところがあるんですけれども、うん、これはですね、仮想通貨市場に投資をしようということで調査を しようとしてたんですね、はい、これをやめました。つまり、うん、お金は入ってこないですよね、絶対ね、はい、今はやめとこうってなってる大口さんが多いということが分かってきましたね、はい。また11月28なんですけれども、うん、仮想通貨レンディングの貸し付けですね、うん、の
世界有数の大手なんですけれども、ブロックファイっていうところが、まあ、連鎖破綻しました、はい、まあ、FTX にいっぱいお金貸してたんでね、うんうん、で今ですね懸念されているのはマイニング企業、ほう、ここも破綻するんじゃないかと、うん、だから取引所も仮想通貨貸し出しもだマイニング企業も全部連鎖破綻していったら暗号通貨の市場規模というか、まあ、周辺の会社がですねダダダって潰れてったら市場規模が減りますよね、うんうん、ということでこれビットコインの価格が上がるとか下がるとかの話じゃなくなってきて、まあ、下げしか見れないですよね基本的には、うんうん、もう業界が破綻していくって話ですから、はい、で本当に残る企業だけ残るんでしょうけれどもそれはもうピッカピカのもうなんちゅうか思いっきり息のかかった企業しか生き残らないでしょうから、うんうん、つまりですね非中央集権を志して出てきた仮想通貨がこれにて超中央集権に変更されるというこの事件かもしれないですねこれは。あ、なるほどね、うん、さっきも言いましたけれども信頼っていうのが仮想通貨の業界に対する信頼が失われてると、うん、もう取引所なんか預けてられへんぞというふうになってきますよね、はい、で参入控える大口投資家が増加していると。で商品とかですね為替とかゴールドとかそういう債券とかにね、うん、もう流れているというふうに言われてます。なので取引高が減少していってるということです。だって絶対債券の方がいいじゃないですか、まあ、利息つくよ。まあまあね、うん、しかも安心、うんうん、なんでビットコインとかもこんなリスキーなものに入れんのってお客さんからしたら言うじゃないですか。そのヘッジファンドのお客さんからしたら今仮想通貨なんか検討せんといてくれよと、まあね、うん、っていうふうになるし、うん、まあ、その仕事お仕事で投資されてる大口さんとかですねもうトレーダーとかもこんなとこ入らないですよ今、うん、ということです。まあね、ちなみに FTX は、うん、大谷翔平選手とか大坂なおみ選手とか、うん、まあ、アメリカの有名なプロスポーツ選手とかいっぱい使ってたんで、うん、まあ、僕たち一般投資家からしたら、まあ、あ、じゃあこんな有名人がね宣伝してるんやったら安心かなって思っちゃいますもんね、うんうん、初心者やったらね、うん、そうですね。それがあかんってなったらもう何をしに行ってか分かんなくなりますね。分かんなくなりますね。何も信じたらダメってことですね投資の世界ってな、自分しか信じたらダメってことですよ、まあ、そう、証券会社も信じたらダメなんですか。ダメですね最後の最後でどっか疑いを持ってないといけないとは思いますね、うん、で基本的にはだからですね今どんどん世界各国利上げしてるでしょ、うん、インフレになってるから。このインフレっていうのは戦争、基本的にはその表向きの理由では戦争で起こったというふうにされてるわけじゃないですか。ウクライナの、ウクライナのね、はい、ウクライナとロシアのね、うん、でその流通とかが減ったり、あと食品加工場とかいろんなところで異常気象がですね、うん、相次いだ上に食品加工場とかがどんどん火災にあったりしてですね、こういろんな物の価格がバンって上がっている今現在なんですけれども、これがですね収まって各国が利下げに転じなければですね仮想通貨に投資するっていうお金を入れるっていう旨味はないですよね基本的にね、うんうん、利下げもその金利もだから稼げないので、なのでなかなかですねここに規制が入ってこないと仮想通貨業界に大きなお金がまた入ってくるっていうのはですねちょっと難しいんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、もっと言うとそもそもなんでこんなに仮想通貨一回ね暴落してまた上がってきたかったら、うん、各国の中央銀行がジャブジャブにお金流して、うん、金余りの中でもう行くとこないから、うん、株とか債券が買いまくってるね、うん、いっぱい上がってきましたけども、それでもお金はジャブジャブ余ってるんで、はい、じゃあ仮想通貨投資しようかってことで流れてきたのもありますけど、そうですね、今そこキュッて引き締められてるんで、うん、そもそものお金の流れもね変わってきてますからね、うんうん、そうですね。でもしかしてその台湾有事とか戦争とか他のね、うん、があったとして、もしかしてビットコインにお金流れるかもというのはあるかもしれないですけれども、ちょっと今も考えにくいですよね、うん、ウクライナとロシアのことを見てもですね、そこから仮想通貨ダダ下げですからね、はい、まあ、それは関係ないのかもしれないのですけれども、うん、まあ、今の状況で戦争が起こってもビットコインがなぜか上がるっていうのは考えにくいなというふうに思ってます。それよりも株が暴落してですね、それに連れ下げでビットコインも下げてしまうというふうな、まあ、シナリオの方が考えやすいかなと思いますね。でマイニング企業がどうなるかという話なんですよ。これはビットコインの、まあ、暗号通貨業界におけるですね基盤ですよね。この人たちいなかったらこういうもともとその
ビットコインを送るとかそういうこともできないですから、はい、マイニング企業ってすごく大事なんですけれども、あるマイニング企業ですね、ルクサーというところなんですけどね、ここは言ってるのはマイニング企業の負債総額は最大25億ドルになると、はい、何2500億円3000億円近くということですね、うん、で FTX にはですね大手の取引所とかヘッジファンドがアカウント持ってますけれども、その残高の多くが未だに引き出せない状況ということで、はい、まあないんですよ、うん、つまりは FTX には出せるものはないんですよね、うん、でまあ、ちなみにこの今 FTX の破産管財人というかトップに立っているのが、うん、あの大昔にエンロン事件あった時の社長なんですよね。その人があのエンロンを破綻処理させて、うんうん、なんとか株価を暴落しないで防いだっていう超優秀な人が今 FTX 入ってるんですけど、うん、その人が言うにはこんな破産見たことない、へえっていうぐらいひどいです。エンロンよりひどかったです。すごいねいやもうだから仮想通貨業界初というよりもう史上初ぐらいのことじゃないですか。仮想通貨業界ではなくてもう超でっかい詐欺事件ですよね、うん、で民主党がねそれに思いっきり関わってたっていうのはすごく強断されるべきだと思うんですけどね。まあそれは置いといてですね、マイニング企業はですねこのさっき言ったヘッジファンドにお金借りてるんですよ、はい、だからヘッジファンドが FTX からお金を引き出せないということはもうヘッジファンドがお金詰まることになりまして、そしてこの借りてるマイニング企業もものすごいこの損害を被ると、うん、資金がストップしてしまうということになるわけですね。でもうすでにそのブロックファイっていうその仮想通貨レンディングの企業も破綻したんですけれども、この FTX とブロックファイはかなり大手だったわけですよ、うん、でここに貸してる人もいっぱいいるわけですよ、はい、うん、でその残高がたくさんあるということなんですね、うんうん、でまずもってマイニング企業は厳しい状況にあったわけなんですよ。で大手の取引所からすごくいっぱいお金借りてたんですよね、ほう、うん、でマイニングマシンの購入に充てたりですね、うん、ローンに充てたりというふうにしてたわけなんですけれども、まあ、これで、まあ、エネルギー価格も高騰してですね、電気代も上がってこれ収益性合わへんわとか言うとったところにこの次元が来たわけですよ、うん、なんかもう泣きっ面に蜂みたいな感じになってまして、でどんどん潰れていってるという状況ですね、はい、ナスダックだと思うんですけれども、上昇アメリカに上場している3社のマイナーさんの株価がですねもう今年に入って 90% 以上急落してますね。お、うん、とブロックファイはそのレンディング企業でしたけれども、アメリカの最大のマイニング企業なんですけれども、コンピュートノースというところが9月にもう破産してます、うん、で他のアルゴブロックチェーンとかですね、グリーンジェネレーションとかですね、コアソシエフィテクフィックっていうところとかですねほんでしかも全部でかい企業ですよ、うん、かなり逼迫してるということが伝わってますね。だからどんどんここら辺の仮想通貨を基盤でですね、土台で支えている企業たちがどんどんやられていくってこと今から、うんうん、だからやばいんですよ今ほんまに。まあだからまあそういうのはもっともっと混乱広がっていって遅れないとか、ね、そう、もっと遅くなったりとか、そう価格が手数料上がったりとかってことですかね、うん、そういうこと、うん、で安全性が損なわれる、堅牢性が損なわれる、うん、今までブロックチェーンそのすごく安全なものだったんですよ。それはマイナーさんたちがめちゃめちゃ掘ってたからね、うん、守ってたわけですけれども、それもなくなってしまうということで、ビットコイン終わるのぐらいのことになってるってことです今、うん、まあ終わらないと思いますよ、思いますけれども、めちゃめちゃ価値が一回なくなってもおかしくないところですね、はい。でこれアメリカ国内だけじゃなくてですね、あ、仮想通貨レンディングのブロックファイっていうところはものすごいところに、まあ、仮想通貨を貸してたっていうことなんですけれども、うん、ね、カナダのマイニング企業ビットファームとかも3200万ドルを借り入れてるっていうふうに言われてます。まあさっき言ったようにコアサイエンティフィックっていうところはですね5400万ドル借りてるっていうふうに言われてますね、うん、でサイファーマイニングっていうところはですねこのブロックファイに4690万ドル借りてるというようなことも言われております。だからということでいろんな企業がですねものすごい影響が出てしまっているということですね、はい、でこれが明るみになる頃にはですね倒れましたということで倒産になってしまうということで、うん、まあ、ここからですね何が起こっていってこの連鎖倒産が始まってるんで、ビットコイン消滅するんですか。
いや消滅はしないと思うんですけれども、うん、ちょっと取引所とかにねお金入れすぎてる人はちょっとウォレットとか、あ自分に持っておいて、の方がいいんちゃうかな、うん、それもまあリスキーはリスキーですけれども慣れてなかったら、うん、ちょっとにすぐに逃げれる準備をね、逃がせる準備をしといた方がいいと思いますね。はい、うん、長渕さんパスワード忘れるでしょ。忘れる。じゃあ預かっておいたんで。どう。安心安全の、いやいや誰でも忘れる可能性あるからやっぱりね、うん、これどうしたらいいんやろうね、もう 大変な問題ですよ本当にですね。でですね、 FTX のお話ちょっと簡単に言うとこういうことになってました。アメリカの有権者の税金がですねアメリカ合衆国に入り、それがですねウクライナにまあ送られて、そのうちですね一部がですね FTX に送られていました。そっからですね民主党になんと献金が送られていました。そこから選挙資金になってましたよというような絵が描かれているんですけれども、まあそこでこれを見ますと、あ民主党の第2位のこの献金者がですねバンクマンフライドさん、あ共和党員に献金している人が2人入ってます、2位3位で、で民主党員で、あ民主党に献金した人の2位としたらもうこの FTX の CEO、うん、バンクマンフリードさんなんですよね。まあ1個上はジョージ・ソロスさんなんですけれども、だから30歳程度の若者がそう第2位の第2位、うん、すごいよね。うん、あの1位から8位全員悪いんですけど、いやー悪い人しかおらんよね、全員語っていくんですよ、うん、ほんまにこれ語ったらもう、ね、あ10位までやるかった、いやいやもうだからあかん、ほんまに名前だけでもあかん、うん、まあまあまあね、有名人ですけどね、誰しもね、うん、で一応ですねまずその姉妹会社のアラメダリサーチっていうところの損失を補填するために FTX の顧客口座に預けられた資産を流用してたと、はい、これも分かっておりますし、あと11月11日に破産してるんですけど、そこから当局が調査してるんですね、うん、でハッキングされた的なこと言ってたんですよ。あ、最初言ってました。最初言ってました。はい、なんですけれども会計ソフトに組み込まれたこうアプリを当局が調査したところ、これ SEC とか CFTC とかもたくさんいろんなところ入ってますから、うん、まあ調査したところですね、自分でハッキングして、このバンクマンフリードさんのアカウントでハッキングして、うん、ほんで100億ドルアラメダに送ってたっていうことは、100億ドルですよ、1兆円以上をアラメダに送ってた、勝手に流用してた、うん、ということがもう分かっております。だからこれどうもうちょっと分かりやすく言うと、例えば日本で言ったら、うん、まあ、例えば証券会社に100万入れてそれ投資するわけですよね、うんうんうん、まあ、もちろんもう銀行でもいいですよ、銀行の100万円預けてるわけですよね、うん、それはで当然ですけど証券会社とか銀行自体も自分の資産を持ってるんで、うん、でもこれとこれこう自分の持ってる資産と お客様が預かってる資産絶対に区別しなあかんっていうふうに決まってるわけです、うん、当たり前のことですけどね、うん、でもこの仮想通貨業界ってそれがないので、うん、これ一緒ごっちゃごちゃになってて、うん、長渕さんが投資するために入れてる100万円とか、うん、ゆいちゃんが銀行に預けた100万円とかを勝手に今使ってるってことです。そういうことね、うん、できちゃうというか、まあ入ってきてるもんね、うん、口座にこっちの口座に取引所として入ってきてるもんやから、うん、まあ、あることにしといたら数字上、うん、こっちは自由に使って増やしたらいいんやろみたいな感じですよね、うん、スタンス、もう詐欺にあんけっていう話ですけれども、そんなとこがですねずーわーってアメリカ政府の力をバックを得てですね、うん、もう世界第2位の取引所にものすごい速さでなっていったわけですよね、うん、で今ですねウクライナのことに関して言うと、うん、バイデン政権からウクライナゼレンスキーさんのところに ものすごい何兆円っていうお金がアメリカ国民の税金でいってるわけじゃないですか、うん、で実はウクライナからこの図のようにですね FTX に行ってた部分もあったと、うん、いうことで、でから FTX から民主党ですから、だからうまいこと返ってくるわけですよ、返ってきてるわけですよ、まあ、要はアメリカ政府はバイデンさんは民主党、うん、あバイデンさんはウクライナ助けなあかんってことで支援金を送ったと、うんうん、まあ、その支援金を税金で送っている、うんうんうん、それをウクライナに使ってくださいね、ロシアと戦ってくださいねって渡した一部が FTX を通して自分たちの懐に、うん、そう入ってるんです、うん、っていうことでこれはマネもんじゃねえのということで、うん、あの資金洗浄して自分のところ入れてるんじゃないのということで、資金洗浄洗浄もともと税金泥棒です、税金泥棒でもものすごい、うん、そこはね今あの当局が
調べてるらしいですよ、うんうん、調べてもまあ大したことは出てこないんでしょうね。この国の人もやってますか。やってますか、ね、ここも日本もほらやってますやってます大変もうね、うんうん、まあ、世界のこれが世界なんですよね、うん、うん、あとですね、バイナンス最後にこれだけお伝えさせてください、うん、バイナンスの財務状況依然として不透明という記事がウォールストリートジャーナルでですね、うん、最近出ました。12月13日出ております。なんですけれども、まあ、つまりですね、ここに書いてあるのはですね、ダーって読むと、うん、中身は FTX とほぼ一緒やでというようなことが僕の主観ですよ、うん、そういう書いてあるとで、とも言われてます。なので口座に大金入れてある人はまあ分散した方がいいんじゃないかなっていうのね、うん、あとバイナンスに関してちょっと嬉しいのか何なのかの記事は、まあ、12月1日ですね、上陸しました。こんな時期ですけども日本来てくれましたよってことね、うん、で今まで海外のバイナンスにアクセスして使ってた方は日本の口座しか多分アクセスできなくなるとか使えなくなるんじゃないかなと思いますので、これもまあ逃がしたいというかね、出したい人は早めにっていうことですね、うん、ちなみにバイナンスなんですけれども、皆さんご存知の通りですけれども、世界一の取引所です。1日の取引高は3兆円超えで、ユーザーは9000万人超えということで、もうすごい大きさになってるんですよね、うん、でなぜこんなに大きくなったかというと、僕はもうこれではないかなというふうに思っておりますっていう話ですね、うん、まあ、こういうね、会社のロゴとかにね、こういうのを入れたりはよくするんですけど。何のロゴですか。これね、物差しとコンパス、うん、物差しとコンパスをこう重ねた形、うん、ハリー・メイソンね、っていうね、うん、やっぱりこういう形はやっぱり入っている企業っていうのは、まあそういう後ろ盾力関係があるんだなっていう。あ、もう一回もらっていいですか、うん、これね、アップルとかのアプリとかにいっぱい入ってますね。いろんなとこ入ってますよ、ほんまにね、うん、こんなにあからさまなんもなかなかと思いますけれども、このマーク一緒じゃないじゃないですか。え、一緒じゃないじゃない。いやいや、象徴象徴、そんなもんそんなもん、まんまやらへんやんか、ね、うん、日本の会社も取引所もね、まんまのやつありますよね、うん、はい、ということで、まあ、ちなみにもう一個大手企業でコインベースもですね、うん、お客さんの資金を使って借金してたっていうこともバレてますんで、うん、もうどこも信用できないと思います。ほんまやな、やりたい放題やな、うんうん、やってるでしょうね、うん、いい時はそりゃいいけど、あかんようになったらすぐにこう、あ、そっちのお金回しとこうってなるじゃないですか、多分ね、うん、厳密にあかんっていうルールがないみたいですね、まだ。うん、銀行とか証券会社は絶対あかんもん。そうですね、うん、なんかそこを早く規制をというふうになるんでしょうけれども、まあ、規制されたら規制されたですね、もう中央集権になってしまうので、うん、どちらにしろこの先ですね、仮想通貨業界はですね、ちょっと当初のこのキラキラした非中央集権という理想からですね、どんどん離れていくことにはなるでしょう。僕は最初に言った通りじゃない。しょうがない。いやでもそれそし、うん、だからって無価値になるのかどうかって言ったら、僕はね、爆上がりすると思ってますんでね、うん、まだ、うん、またこのね説もね、だんだんやっていきたいと思います。ただ今は言ってもしょうがない。はい、今は耐え忍ぶ時期ですね。仮想通貨業界冬の時期が来ると思いますので、耐えていきましょう。はい。はい、今回は以上にさせていただきます。では、ね、また来週のナイフスのパーフェクトなビットコインチャート分析の仮想通貨業界のいろんなニュースもお届けしていきたいと思います。はい、最後に神尾 TV から一つだけお知らせをさせてください。今回もね、ナイフスさんにビットコインなどの仮想通貨のチャート分析のやり方と具体的な売り買いのポイントなどについて解説してもらいましたけども、もっともっとね、投資について勉強したい、プロの投資を学びたいという方もおられると思います。ですが、世の中には投資に関する本や動画、セミナーなども含めて情報が溢れています。そのため、初心者にとっては何が重要で何に気をつける必要があるのか、そもそもどれが本物の情報かなどさえも分かりにくいと思います。そこで、神尾 TV では投資やトレードの初心者の方向けに勝つこと、つまりもっと言えば稼ぐことだけに特化したノウハウをお伝えするための動画シリーズを用意しました。この動画シリーズは神尾 TV が構想1年半の期間をかけて、正しい投資の基礎知識と、もっと本格的なプロレベルの投資手法も解説しています。神尾 TV スペシャル企画、億を稼ぐトレーダーになろうという特別な動画です。
とはいえね、全5回というボリュームなのでそこまで長くないので気軽に見ていただけると思います。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。この動画の下にある動画概要欄にリンク貼っておきましたので、投資にご興味ある方はぜひチェックしておいてください。あとですね、冒頭で言ったようにコロナについても皆さんお伝えしたらね、裏話まだまだいっぱいあるんですけども、こちらね、残念ながら YouTube で一切言えません、禁止されましたので、その情報をお送りさせていただくために、今の方はぜひメルマガの方を登録しておいてください。今お伝えさせていただいた投資メルマガとはまた別になってますので、こちらもチェックしていただければと思います。同じく動画概要欄にリンク貼っております。この動画をここまで見られてまだチャンネル登録されてない方は登録もお願いします。高評価ボタン、音声応援もよろしくお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しいシステムを書いておきますので、復習のようなここでぜひ一度見てみてください。インスタグラムやツイッターなどのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。